赤チェックと赤色で赤白コーデで行きました。今日のファッションポイントは何ですか？今日おでこについているチロルチョコのヘアピンがファッションポイントです。本当のチョコが入ってますか？これ手作りで中は秘密です。原宿ファッション一番好きなところは同じ趣味の友達がたくさんいるってところですかね。今日は中華ロリです。バレンタインなので赤くしました全部。今日のお気に入りアイテムはどれですか？このかんざしです。成人式の時に使ったかんざしを引っ張り出してつけました。原宿ファッションの何のところが好きですか？派手なところです。今日のブランドは何のブランドですか？タクヤエンジェルと古着です。あったんですか？ネットの古着屋さんです。タクヤエンジェルの好きなところはどれですか？あんまりつけてる人がいないのでレアです。今日はバレンタインなのでちょっとピンクと茶色でチョコレートとバレンタインをイメージしてコーディネートしました。ファッションポイントの一番アイテムはランドセルです。このやっぱシールをたくさん貼って。小学校から使ってるんですか？そうです、小学校の自分使ってたやつを再利用してます。他に何かお気に入りアイテムでもありますか？そうですね、この帽子が友達が作ってプレゼントしてくれたやつですごく気に入ってて。今日のファッションポイントはパジャマっぽいところです。お気に入りアイテムは 6% ドキドキのクマスヌーディーです。洋服だけではなく髪の毛もすごい素敵な色なんですけど、どこで染めていますか？これはマニックパニックで自分で染めました。1ヶ月にだいたい2回ぐらい染めてます。ポイントは何ですか？今日のファッションポイントは柄をいっぱい使ったところです。今日のファッションスタイルはちなみに何のスタイルですか？パジャマにジャケット羽織ってきちゃった感じです。で、今日のお気に入りアイテムはどれですか？リュックです。ネットで買いました。で、今日の一番つけてるブランドはどれですか？ 6% ドキドキです。グランドグランドっていうブランドをメインにしてみました。リコーダーとランドセルで小学生っぽくコーデしてみました。今日のファッションスタイルは何のファッションスタイルですか？今日のファッションスタイルはサリーです。サリーっていうとなぜそれにしましたか？今日はツナマヨとお揃いでサリーで合わせました。今日の気に入りアイテムはどれですか？今日の気に入りアイテムはこのサリーの帽子とあと T シャツです。今日のファッションポイントは何ですか？ファッションポイントは帽子と手袋とネクタイと、結構紳士チックな感じです。でその帽子、はい、素敵なんですけど、ネクタイは手作りですか？いや、これは買ったものですね。正しいアイズさんっていうブランドさんが制作してる人とかできるので、そこで買いました。お気に入りアイテムはチョコレートです。バレンタインデーなので赤、レッドですね。レッド&ピンク。今日なんかお気に入りアイテムでもありますか？ドットのトラウザーですね。はい。ちなみにバレンタインチョコレートもらいましたか？何ももらってないです。もうもらわなくていいです。大丈夫です。オールオッケー。これから何するんですか？これからはね、もうハッピーに行きます。 Today's fashion point I think just all the little hearts that I have went for a Valentine's Day theme. If you had to give today's outfit a name, what would you name it? I would call it maybe the anti-cupid. That was kind of the theme that I was going for. Why anti-cupid? I do like Valentine's Day, but I also am a bit, how should I say, skeptical with the lovey-dovey things, but I do like eating chocolate. I just eat it all by myself. What are you going to do today? Later tonight, I'm going to go with some friends to an izakaya. We're just going to eat and drink and have fun together. I'm visiting with a friend, and this is my first time in Japan, and she knows I'm really into costumes and stuff, so she brought me here. How do you like it so far? I love it. I can't believe I have to leave in a week. It's like, I feel like I've come home. What's your current fashion style? I don't really know like if there's an official term for it, but I call it just like hippie because I come from a small hippie town in Oregon, United States. So, I mean, this is kind of what a lot of people wear, but
I love jewelry and stuff, so. Hello, what brings you to Harajuku today? Today I'm just browsing and enjoying my day. And how come you're here in Japan? Right now I'm studying Japanese at a Japanese language school, KCP International. And why have you decided to dress like this today? That's my everyday style, so I just put something from the closet and let out. What's your favorite brand? My favorite brand is Liz Lisa. Today is Panier. What is your favorite item? Headphones or そういう小物が好きなので、そこが好きです。何の日かけて原宿に来ました？ツイッター見て楽しそうだなって思って来ました。ハッファンはファッション。